こんばんは。久しぶり。長らくできていなくて本当に申し訳ないなかったです。本当に申し訳なかったです。お久しぶりですね。今日はレッスン終わりなので髪がボサボサなのとアイラインとリップしかしてないので顔が悪いけど許してください。スタコレみんなチャレンジトライしてますか？な、なんだ、なんだこりゃ。梅干し出てきた。なにこれ、すごい。今おにぎりパン、おにぎりかパンかみたいなの。なんだこれ、すごい、パン、いちご出てきた。なんだこれ、すごい。おにぎりかパンかみたいなギフトだっけね。すごいすごい。なんかみんながプレゼントしてくれるからありがとう。なんかクレジットカードじゃないと買えないっぽくてさ、これのなんだろう、カードが。そう、かわいいこのギフトで。だからこのわーこれダメだ、買えな、何も作れないなと思ったら皆さんがプレゼントしてくださるから本当にありがとうございます。あ、地引きはねまだしてなかったと思う。いらないし、したっけ、してないっけ、興味なさすぎて。ありがとうみんな、嬉しいよ。日向さんの公演の送ってくださって可愛いのがいっぱい出るから幸せです、本当に。ありがとう、送ってくださる方本当に。自分がコレクション見たいだろうに、なんかさコレクションしたいだろうにさ、わざわざ私にプレゼントしてくださって、自分のために使ってね。今日はチーズ、デザートチーズ食べます。あ、消えちゃった、頑張りすぎた。マリナさんのレアね出たんだよね、うん、いいでしょ、超可愛かったよ、えぐいよ。何味？とちおとめいちご味、めっちゃ可愛かったよ本当に。なんか人間じゃないぐらい可愛かった。トレードしてください、トレード機能ないよね。ね、私さスイズさんが、うん、全然出ないの、全部などっちも出なくて、うん、出ないんだよね、びっくりするぐらいで。推しは出ない、そうなんだ。4期生の前座見るの初めて、え、やったね、待ってるからね。いけない人結構いっぱいいた、メールの返信とかでも。残念だ。やったね、待ってるよ。
20日もあるから、そうそういっぱいあるんだよ4月は。あとまずあさってのコンサートも久しぶりにみんなと会えるし、なんかしばらくは会えるよね。17も会えるし20も会える。最近アンナちゃん気になってきた。やった。ちなみにアンナの名は野菜の菜です。覚えてね。新潟桜満開で今めっちゃ綺麗だよ。アンナでした。さお願いします。アンズのナッパ、そうです。あ久しぶりに見た。アンナの虜になりました。奥村さんちの桃ってついてるけど浮気しちゃってるの、桃ちゃんから私に。コンサートの座席中昼夜とも、えっおめでとう、すごい。楽しみだねみんな。ニコ生さんでも配信があるみたいなので見てね、お時間あったら。楽しみだけど寂しいんだよ。なんか日向さん見るたびに切なくなっちゃう。なんかそれもう寂しいんだけどどうしよう。いいことを話すると、いやこれコンサート終わってからの方がいいかな。どうしよう、終わってからも話すってことにして詳細はまだ言わないけど、最近めっちゃはるかさんとお話ししてるってか、一緒にいる、いさせてもらってる。最近ま本当にメロくて、はるかさんがニューソンかも。いやコンサート話終わってからもう一回この話したいんだよね。あ、はるかさんは村長さんのはるかさんです。なんかね、そうコンサートの後も配信してするときにさ、また話したいことがあるんだ。明け明け無言になります。明け明け了解。話す話す、超話したいんだよこれ本当に。楽しみにしてて、楽しみにしてて、か私が話すのが楽しみなだけなんだけど。そう、だからスタコレのお気に入りカードみたいなやつはるかさんにしてます。はるかさんと日向さんとマリナさんにしてるかな。
全然ね、夏希さんが出ないからさ、夏希さんが出たらすぐに入れたいんだけど出ないんです。まだお会いできてないんですよ、スタコレの中で、うん、推し変じゃないですよ、全然推しましですでもやっぱりお気に入りカード全部あなたにしてますね。見たそれ見た、4枚くらい私の全部同じ写真だったよね多分。恥ずかしいんだけど、あれ全然可愛くないじゃん誰と変えるつもり？変えないよ、5枚ぐらい設定できるから。アンナちゃん全然出ないごめんね、なんか恥ずかしがり屋みたい、私のカードが。アンナまだ出ない、本当に？え？本当にそんなに出ない？もう出なくていいよ、可愛くないよあの写真恥ずかしいもん。いいね、ありがとう。いいえ、こちらこそ。なんか何言おうとしたんだっけ、何言おうとしたんだっけ、あのアルバムの見方があんまり分かんなくて、だから私のアルバムにいいねしてくれた方とか、あとはプレゼントしてくれた方とかにのプロフィールを飛んでアルバムにいいねできるんだけど、どうしたらみんなのが見れるのか分かんないんだよね。実はお姉は出ました。え、あ、普通のやつは出た気がする、レアは出てないかな そう、何話そうとしたんだっけ。村長が可愛すぎちゃってアンナちゃんのこと書いてるよ。え、いつの話？それはいつの話だい？ちなみに仕事終わってそろそろ帰宅できそうです、お疲れ様。もう今週はあと2日になり、あ、今日木曜日？あと1日？あと1日、そして土曜日はコンサートなので楽しみだね、頑張ろう。あと1日8時半のやつ、何、嬉しい、嬉しすぎる、はるかさん大好き。腕組んでました、今日座りながら。話したいけど話すことないなと思って、何話せばいいか分かんないから腕組んでました。さ、はるかさんってほんと髪の毛がツヤツヤなんだよね、肌も綺麗だし髪の毛がめっちゃツヤツヤ。めっちゃ暑くて、ありがとう。なっちゃんが嫉妬するわけ？え、嫉妬しないよ、なつきさんひろかの方が好きなんだよ。今日ひろかに話しかけてたよ、動画、ひろかのリハーサルの動画撮って話しかけてたし、いいもんね、分かりきっていたことだ。多分なつきさん
はひろかみたいなタイプが好きだから。私みたいなうるさい女好きじゃないよ多分。スイスはカピチャ推し多分ね、4期生の中ではね。最近アンナちゃん優しいって、お、なんだ言い方が悪いな、最近という言い方が前まで異常だったみたいじゃん。なんか結構許容範囲広がってきました。あんまり嫉妬しないし。何食べてるの？チーズでーす。甘いチーズ食べてる。圧減った？言い方が悪いな。なんかあんまりしないようにしてるってか、そんなに何でも良くなった。チーズは2個目です。そして2個で終わりですうん、成長かな。なんでだろうね。何でもいいかなって。そう、戻ってきてくれれば何でもいいよ。私の配信でお話ししてくれて、でメールとか返してくれて、はあ、それだけでいいんだよ。楽しみにしてるからね、メールの返信も全部。すぐ戻るよ。オッケーオッケー。メール今日の分送りますね。お願いします。メールの返信待ってますえ、遅くてごめんね。いやいや、そんなに頻繁にね、私も開いてるわけじゃないから。メール返信できてなくてもいいよ。時間があるときに返してくださると。メールの返信なんかメール 長く返してくださると嬉しい。読み応えがあるメールくださると嬉しい。時間があるときにささっと返してくださったらいい。22時まで読める。そう、まずはメールを取るとこからします。無理はなさらずということで。あさって新潟コンサート行く？やったー、楽しみにしててください。最高です、このコンサート。絶対楽しいから、ぜひ来て楽しんでね。ヤンキス一押しのアナちゃん、嬉しい嬉しい嬉しい。ちなみに今日は9時までなんで、直前にお知らせお願いしますふ
セットしか取ってなくてごめんなさい。なんで謝るの謝らないでよ。動画さっこの間送った、まだ切ってない今日切る、うん今日切る。前髪切るって言ったのに、なんか巻いたらそんなにあれかなと思って。そしてポニーテールだからさ、この辺でもグッと固めてもらうとね、前髪がヒュッて後ろの方に行くから、切りすぎるとこの辺になっちゃうの。お姉に切ってもらったら自分で切れるよ、前髪は自分で切れるよ。こうね、前髪がクッて上がっちゃうから、あの切りすぎないようにしないといけない。コンサートオンマイで出たくないから、お前は嫌い、嫌いっていうか嫌いっていうか似合わない。アンナちゃんはバフだから言われたことないんだけど全然大人なんだけどあの壁車めっちゃ斜めじゃない？なんかアシンメトリーみたいな。あの日の前日に、壁車を撮る日の前日に、触覚とここと前髪切ったんですよ。めっちゃ失敗したこうなってたよね。まあいいんだよ、もういいんだ、諦めた。あんな指名手配犯みたいな顔してさ。みんな笑ってるのに私だけなんか怖いんだよ顔が。なんかだからラスタコレのなんだっけなんだっけ、メールのさ送ったじゃん、なんかあのスタコレ始まるよって。あの写真もさ、あの壁写が使われるじゃんか。これ載せようかな、どうしようかなと思って、まあ宣伝と思って載せてみたなんかね、写真に撮られる、この顔にピンときたらやめて捕まえないで、この顔にピンときたらってやだなやめてください。クールな表情、あれね、あの実は笑ったバージョンもちゃんと撮ってたんだけど、なんかあんま笑わない方が綺麗に映るかもってカメラマンさんとかスタッフさんが言ってくださったから、笑わないで見たらあれだよ、もうびっくりもうびっくりだよ、聞き顔なんてない、ないない、あれで聞いてたら怖いでしょ、出来が悪すぎる聞き顔、まあ、出来が悪すぎる聞き顔だよね普通に次の壁車はもっと可愛く映るように頑張りますけど、笑ったバージョンはメールなどで、はい言ってますの、送っておりますので、はい。壁車クールな印象、本当に最悪本当に最悪、もうね最悪、みんな誤解してたでしょ私のこと、最初なんかあんまり笑わない子なんだねとか言って、ねえ笑うから下手くそなだけだから、写真撮られる時に笑うのが苦手なの、か顔が引きつるなんか脅されてるみたいな笑い方するんだよね次は完璧にするから。なんか生写真も今は本当に可愛くない写真ばっかり言って申し訳ないけど、次こそはリベンジしようかなって思ってます。だからみんな会いに来て、
私を誤解しないで、お願い、会いに来て。写真写り悪すぎるんだよね。今なら笑える、笑えるよ。いや、いつでも笑えるんだよ本当は。本当はいつでも笑えるんだけど、写真撮られるとちょっと笑顔が引きつるっていう。うん、ひろかとかめっちゃ可愛くない？カメシャ。めっちゃ羨ましいなぁと思って。そう、配信や実際に会うと好印象。あ、本当に嬉しい。会いに来てねみんな。私は本当に会わないと、お腹鳴った、会わないと良さがわからないと思うんだ。そうでしょ、受付で見る私の方が写真よりいいでしょ。多分そうだと思う。あ、いちごが出てきた、パンから。ありがとう。あさってが待ち遠しいね。私も待ち遠しいけど待ち遠しいけど寂しくて、どうしよう、もうどうしよう、無理無理無理、卒業しないでよ日向さん、寂しいよ。受付は超美人だったね。嬉しい嬉しい。ね、なんかメンバー同期にも言われんの、ももかとかさ、アンナって写真写りマジで悪いよねとか言って。もう分かってるんだよみんな、私の写真写りがめちゃめちゃ悪いし、そう思ってる。なんか写真写りが悪いっていうか、実物の方が可愛いのにもったいないよねとか言って、そうめっちゃ褒めてくれるんだよ。メンバーのみんなも私のことを褒めてくれるけど、ナギとかめっちゃ、あとタカシとヒロか、メリーもか。でもなんかメリーに褒められてもなんかバカにしてるみたいに聞こえる。笑いながら言うんだもん、アンナ可愛いよねとか言ってバカにしてる。めっちゃ褒めてくれるけど写真写りは悪いっていうのはみんな周知の事実かな。そう、ヒロカじゃなくてメータンね、人の顔褒めるときめっちゃ笑うから褒められてんだかわかんない。受付で魅力に気づけてよかったねえ、ありがとう。受付ね、結構話す時間があるから。4期生の中ではたかしの次に可愛い。え、嬉しい、たかし可愛いしょ。なんかどんどん可愛くなりそうな顔してるよね、たかしって。背も高いから。たかしは癒しね、可愛いよね、妹だから。奈々ちゃん、奈々ちゃんはって何の奈々ちゃん？奈々ちゃんも可愛いってこと？奈々は可愛いよ。最近ね、奈々って呼んでないけど、磯かザキだね。あの子かわいいよね、なんか赤ちゃんみたいなんだよね、笑いのツボが浅くていっつもキラ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 赤ちゃんみたいに笑う。磯崎奈々はちょっと長いから磯か崎で呼んでます。めっちゃ赤ちゃん、磯崎は隠れ赤ちゃんですよ。磯そう年上なんだけど、5歳ぐらいした、多分。ナナとは呼ばない、
ナナね、呼ぶ時もある、気分。あおちゃん私のこと好き。え、そうだよ、あおちゃん私のこと大好きなの。てか私はモテるからいっぱい好かれてるから、4期から。そう、4期からのモテ女、モテ女の一番は私だと思ってます。羨ましいでしょみんな。そう、モテ女ありがとう、みんなありがとう。モテ女、そう私モテ女、ごめんね、ありがとう。自称じゃなくてやめて、公認のモテ女4期ありがとう。みんな モテ女、はいはい。モテあんな。そう、そう呼んでください、お願いします。モテアンナです。で、私も最近さらに推しが増えてるのでどうしようって。アンナちゃん女子校でめっちゃモテそうね。何それ、女子校じゃないとモテないみたいな、みんな何、私のこと好きじゃないの、男の子からモテるんじゃないの、みんな嫌いなの私のこと、もしかして、もしかして嫌い。うざ、本当にうざい、どうしよう、今日うざいね、テンション高いから。でも確かに自分でもそう思う、あの女子校にいたら絶対私モテモテ。でもごめん、掃除してない人を叱っちゃうタイプなんだ正直ね。がみんななんか嫌いにならないでね。叱られたいぜ、叱られたいぜ、しんどいかも。面白い。そう、なんか男の子でまとまってさお話しして、掃除しない子いたらちょっと男子掃除してって言うかもしれない、ごめんね。風紀委員、風紀委員じゃないけど、はい、お見送りでこられました。怒ったっけ、あ、うちわ、うちわの話、そういう子いたわね、やだ嫌いにならないで。そう、合唱コンクールの練習超おもろい。そう、そういうことですよ、皆さんちゃんと掃除してくださいね、掃除と合唱の練習してください。学級委員やったことあります。木本が怒ってるね、言われちゃう、どうしよう、みんな嫌わないで、いい子にしてたら怒りません。日曜日したよ、いい感じ。怖い、怖いって言わないで、怖いって言わないで、怖くない怖くない、発声練習ルーティーお願いします。アンナちゃんに注意されたくてサボっちゃいそう。サボらないでください、お見送りも優しくしてください。え、いいよ全然優しくするけどさ、まずななみさんとなながいいってことを理解したからいいよ、お見送り優しくするよ、全然ね、全然いいよ。優しくするよ、楽しみにしてて、劇場の受付に注意されたい。何を注意すればいいんだろう、マスクと帽子取ってってこと。スタッフさんが言ってくださるから、うちはありがとう、嬉しい。コンサートだと目が悪いから見えないかもしれないけど。はい、
と男子ちゃんとコールして、コールねいっぱいしてください。日向さんコール卒業コンサートでね、楽しみだね、楽しみだね。みんな私は相当目が悪いんです。13日もお願いします。早く会いたい、会いたいよみんな、早く会いたいよ。本当に久しぶり、早く会いたい。とあるメンバー神瀬取り、本当にそうです、神瀬取りなのでマジで楽しみです。楽しみだし、楽しみにしててください。はい、ねえ会いたい、もう早く会いたい、会いたい会いたいみんなに会いたいよ。チャットにも書いたけど楽しみだし、そうでもあっという間だったよ、結構レッスンのリハ期間っていうの、そう会いたくて震える、あ会いたい。アンナちゃんに会ったことない、機会があったらぜひ会いに来てください。てん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 、あワクワクしてきたね。あさってだよね、やばくない、あさってだよ、あ今日うるさ、どうしたらいいんだろう、今日うるさ、ごめん、うるさいって言わないで、今日うるさいけどうるさいって言わないで、う1ヶ月お高なんか耐えない期間、1ヶ月もあったの、卒業公演以来だから、まあ確かに、そっか、普通の公演だと1年じゃない1ヶ月ぐらいか。久しぶりだみんな、あ壇上読んじゃおうかな、ありがとうみんな、58分ありがとう。ふう、今日謎テンションやめて、設定やめて、はい、読みますけれど、13円マサ佐藤さんありがとうございます、12位リュウさんありがとうございます、11位ナーパパさんありがとうございます、10位大関さんありがとうございます、9位ナオくんさんありがとうございます、8位マサさんありがとうございます、7位ヒロポンさんありがとうございます、6位ダイさんありがとうございます、あーみんながコメントするから名前が、5位スマイルさんありがとうございます、4位としさんありがとうございます、3位まつあさんありがとうございます、2位ぐっちさんありがとうございます、ごめんシャンって言っちゃった1位日焼けさんありがとうございます、ありがとう、まだちょっとあるからまだちょっと話そうね、コンサート終わるとね、コンサート終わるまでできないかもしれないけれども、がまあ話せてよかったです皆さん、配信ありがとうじゃん、ありがとうじゃん、あーバイバイしたくない、無理、もっと話したい、アンナちゃんまたね、またね、はやだ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 、もっともっと話したい、名前変えました、ありがとうありがとうね、今日見に来てくれてありがとう、コンサートで会おうね、またね、あーやだ、もうちょっとだけギリギリまでやろう、まだバイバイしないでよ、ギリギリまで話そうよ、いい夢見てね、みんなも見てね、コンサートでアンナちゃん見ます、見に来てね、わー9時だ、じゃあねおやすみ、またね、バイバイ。